よ。5年前、精霊は私から両親を奪った。5年前、家の付近で大規模な火災が発生した。公式には伏せられているけれど、あの火災は精霊が起こしたもの。あの精霊が私の全てを奪った。絶対に許さない。どうぞ。交換条件。ここから毒代わりに私の要求を一つ、無条件で飲んでほしい。あなたは八咫神桃花のことを桃花と呼ぶけれど、私のことを飛び市と呼ぶ。これは非常に不平等だから、私のことも折り紙と呼んでほしい。レーネがちゃんと桃花をなだめてくれたから、手助けに来てくれるはずよ。